婦。お、ドゥドゥか。ここで会えるとは運が良かったよ。ってなんだよ、そんな硬い顔して。私らに何かあるのか？この町に暮らしているのは、ダスカーの人間ばかりだ。王領の中とはいえ、修道院も教会もない。わざわざそんな町を訪れた理由は、なんだ？ん？ディミトリやレア様から話が行ってないのか？いや。そいつは困ったな。みんな忙しくしてるとはいえ、どこで泊まってんのやら。町で大火事があったんだろ？片付けを手伝ってやれって、レア様がね。それに、食料も持ってきた。いくらあっても困らないだろうし。主の皆に誓って、あんたたちに危害は加えないから安心してくれ。確かに。復興のために人手が欲しいと、陛下にお伝えしたところだったが、手伝いに来たのが、まさかあんたたちとはな。困った時はお互い様だよ。私らはファーガスに恩があるからな。教団を受け入れ、帝国と戦うことになった王国を思えば、この程度、何でもないさ。セイロス騎士団の戦力には、すでに十分助けられているが。そりゃ確かに騎士は働いてるが、修道士や学者の連中も何かさせろって聞かなくてね。そこに火事の話が入ってきたもんだから、レア様がぜひにと申し出たみたいだね。そうだったのか。セイロス教徒じゃないダスカーの民からしてみたら心配事もあるのかもしれないが、大丈夫さ。目の前で困ってる奴がいたら放っておくわけにはいかないだろ。それがレア様と、レア様を慕い付き従ってる連中の考えだからね。それでも信用できないってんなら、監視をつけてくれても構わないが。いや、いい。あんたの言葉に、嘘偽りはなさそうだ。以前、陛下も同じようなことをおっしゃっていた。意に沿わん指示ではないだろう。助かったよ、ドゥドゥ。回れ右して帰れって言われたらどうしようかと。よし、ついでに私らに指示をくれ。力仕事だろうとなんだろうと任せなよ。廃材の片付けと炊き出しを頼む。俺は町の者に経緯を説明してこよう。悪いな、よろしく頼む。あんたの方が意思疎通が早そうだ。なあ、ドゥドゥ。ファーガスも変わったな。どういう意味だ？この町にいると、そう感じるんだよ。あんたにはわからないか？なんだかんだ、皆があんたを信頼してる。憎むべきファーガスの王の従者を、だ。あんたらの努力の結果だろ。よかったじゃないか。俺の手柄ではない。陛下が長らく努力されてきたからだ。やっぱり、あいつなりに前から考えてたことがあったんだろうな。昔はダスカー人のあんたを従者にして、気でも触れたのかって言われてたが。王城にも、そうした、口さがない者たちばかりだった。それで一度、何のために俺を助けたのかと、陛下にお尋ねしたことがある。陛下は、助けたいという思いの前に、信じる神や、
生まれなど関係ないとおっしゃったレア様と同じことを言ったわけか。あんたがディミトリに助けられたように、私も昔レア様に救われたんだ。特に信心深いわけでもなかった私を、あの人は二度も助けてくださった。きっと二人とも傷ついて困ってる奴をほっとけないたちなんだろうな。陛下も大司教様も似た者同士なのかもしれん。ああ、たまに立場を気にしないような振る舞いをするところなんかも似てる。どういうことだ。レア様は大司教の立場なんか構いなしに孤児の遊び相手をしたりするんだよ。あいつもそういうやつだろ。この間は城下のガキどもに剣を教えてやったと聞いたぞ。ああ、俺としては弾の休暇の時くらいは落ち着いて休んでもらいたいのだが。それが休息になってるんだろ。他人の面倒を見るのが、休ませるのが部下の仕事なら好きにしてもらうのもそうだろうさ。確かにそうだな。あんたの話は参考になる。よく似た主君に仕える者同士なんだ。共感できる部分も多いのかもな。俺とあんたも似た者同士なのだろうか。さあな。けどあんたと話は合いそうだ。苦労もそれが報われる喜びもきっと同じものを感じてきた二人だろ。二人の主が同じ方向を向いてる限り仲良くできるさ。同感だ。だがもしも互いの主が道をたがえた時は。おっと、わざわざ言わなくたっていい。万一あの二人が剣を向け合ったとしても、私たちは躊躇なく殺し合える。似た者同士なら、そうだよな。